統計数理研究所の所長の樋口です、えー、皆さんお疲れでしょうがもうしばしお付き合いの方でよろしくお願いします、まあ、人材育成となりますと先ほどあたかさんの非常に一斉のいいお話でちょっと出現しそうなんですけれどもまとつとつと紹介させていただきたいと思っております、えー、この図はあ北川機構長 から冒頭にありました T 型パイ型人材育成を違った形で紹介したものです。で本情報システム研究機構はユニークな構造を持っておりまして分野横断的な統計推理あるいは情報学またドメインサイエンスである遺伝研極地犬この2つの縦軸と横軸それのクロスポイント をまあ、例えば機構全体で進める等の仕組みを持ってますで、えー、このクロスポイントが、まあ、最近のいろんなイノベーションの起点になるということが多い上に、まに、あ、本気候ではこのようなクロスポイントを与えられたところで活躍するんではなくて自らそういうクロスポイントを作っていくような人間そういうものを人材育成の目標としております。 でこの絵も北側機構庁からありましたが本機構はこの機構本部でこのように事業を拡大あるいは展開してきましたで今現在はここの一番右側にあるわけですでさらにこれまでセンター準備室プロジェクトで行われているいろいろな事業の紹介がありました でそこであまり詳しく述べられておりませんでしたけれどもその各事業の中ではボス独若手研究者等々を雇用しておりましてまだスタートしたばかりですが実務に携わりながらサービスに携わりながら人材育成をしているというふうになっております。またこれも北川機構庁からありましたが北川機構庁の懇談会ということで文部科学省産業界からあたかさんを 含めて何名かにご参加いただきまして人材育成に対して1年ほど一年半ほど前提言をさせていただきましたその中にこの真ん中にありますけれどもいわゆる全学教育レベルでのもう力を入れないといけないということでこれ安浦先生の方から紹介になりましたいわゆる全学教育の 実現というふうになっています。この提言ではですね、10大学程度というふうに提言したんですが、文科学省の方6大学しか今年最多になっておりませんので、まあ、引き続きもっともっと増やすようにと私意見を申し入れてますので、文科学省の人いらっしゃいませんが、強く期待しているところです。で、本情報システム研究機構はこの一番上にありますが、統領レベル、もうちょっとこう高いレベルの人材育成に注力していると。 ふとになってます。この名前のとこの分け方等とはデータサンジスル協会の方で分けられたもの、まあそう言葉を使っております。で、この報告書はホームページでダウンロードできるので、ぜひご覧いただければと思います。で、情報システム研究会で行っている事業をいくつかあえっとちょっと紹介させていきますが、我が手研究者クロストークというのをやっております。 で、えー、まあ、異分野融合と交流の機会を創出を目標としておりまして、えー、最近はですね、情報システム研究所ではなくて、人間文化さんも、公園さんも、えー、4機構の若手研究者を巻き込んで、泊まり込みであると。で、今年のテーマは、分かり合えるコミュニケーションということで、えー、あたがさの方からもありましたけど、コミュニケーション力をつけるということを、この合宿で、えー、取り組んでおります。 これからですね組織的に人材育成を行っておりますいくつかの機関の取り組みを駆け足ですがご紹介させていただきたいと思います。これは先ほど小原センター長から DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターの研究活動の紹介が小原センター長からありました。 で人材育成のところは私から紹介させていただきたいと思います。3つです。まずですが、バイオハッカソンということで、えー、これは生命科学分野の統合データベース構築のための、えー、技術基盤の確立を目的としているということです。これも合宿形式でして、密度の高い情報交換と生産性の高い技術開発、会議の場で非常に、えー、活発に議論されているということで、えーまあ、世界的にリードしているということで評価。 評価されている授業です。え、二番目が、これはアジャックスと言われても、これは少しちょっとターゲットをもう少し、え、初心者の方を、え、狙っておりまして、え、初心者向けのハンズオン。ま、実際に手を動かして、どんなふうなことができるのかというのを学ぶ。このをやって、もう結構の回数を行っております。三番目がスパークルソンです。 でこれはこうセ,マセマンティックウェブ先ほどご紹介ありましたがセマンティックウェブ技術に関する、まあ、D DB の統合を目標としていろいろな課題解決を実際に投資やりながらやっていくということで結構な回数を、えー、ずっと継続的にやっていく DBCLS に関しては3つのご紹介させていただきました、えー、次は統計数理研究所の人材育成の活動です 統計推理研究所は人材育成を目的とした組織がありまして、それを統計試行員と呼びます。その活動、プログラムもいくつか紹介させていただきます。まず、研究スタートアップです。これは2つ目的がありまして、1つは持ち込まれた課題を解決すると、まあ、いろんなアウトプットになりますが、それが1つの目的。もう1つは必ずメンターと若い研究者を組み合わせて課題解決を通して人材育成を図ると。 いうこと。二つの目的で、ために行っております。また、長年にわたりまして、公開講座というのをやっていまして、大体年間10から十数個。で、参加者は大体900人ぐらい。で、今は、3分の2が民間からの参加者。で、さらに、もう少しハイエンドのものになりますが、組織間連携を結びまして、組織間連携における公開、あ、講座というのもやっていまして、理研の AIP と、 もっと高いレベルのまあ機械学習速習コースということで開きつつあります。で今これを e ラーニングの教材にもう少し高いレベルの人材育成を行っております。また夏季大学院ということでこれはああ10日間朝から晩までぶっ通しでやるというもので感染症の数理モデルを勉強するまあこれぐらいの規模で行っております。 あと民間の方々がですね、自学自習できるような取り、えー、仕組みということで、えー、リサーチプラザというのも行っております。以上が統計数理研究所の活動紹介です。で、残った時間で、えー、情報研の方で行われている取り組みを2つご紹介させていただきます。まずは、あートップ SE、えートップ、トップレベルの IT 実際を規制をすると。 ということでこのような座学的なものから実際の演習を通して学んでいくということです。で一番右側が実績になりまして多数の企業の方々を巻き込んでこれぐらいの規模の人材育成を行ってきたということです。まあえーまあ、値段と コースの値段とかはこういうところに書いてありますのでご興味のある方は情報学研究所あるいはポスターの方でご相談いただければと思いますもう一つの取り組みこれ非常に重要な課題ですから課題ですが情報セキュリティに関するものです今年度始まったばかりですけれどもで情報研の方で全国の大学の先生方お困りになっている まあ大変な問題になってますが NII の方で全国の大学さん面倒を見るとまあ人材育成を通して面倒を見るということですまあ橋渡し人材を育成してまあここにいろいろなことが書いてありますでまあ始まったばかりですが来年度計画として勉強をいろいろ実学効果的に効率よく一周してもらうためにベンチマークの提供等々。 いくつかのタイプのデータに関してこういうことも企画していらっしゃいます。で最後にですが大学院教育4研究所とも総合研究大学院大学入っておりまして遺伝研が生命科学研究科に属しておりますが4専攻の学生はクロストーク等々でいろいろ交流するということも 行っております、えー、以上簡単ですが紹介させていただきましたご清聴どうもありがとうございました